ご視聴ありがとうございます。今回はフィギュア開封になります。こちらです。はい、エーペックストイズさんで転生したらスライムだった件、リムルテンペストウィズランガでいいんですかね。すいません。はい、こちらをですね開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、ではですねまずはパッケージ見ていきます。こんな感じです。今回ですね結構へこんでるんですよ。見れば見るほどボコボコですね。でちょっと書いてある字があれなんですが、まあ、その辺は後で詳しくお話ししていきたいと思います。はい、では開けていきましょう。これ結構重いんですよね。まあランガとか台座のせいだと思います。では中身見ていきましょう。先に全部取り出しちゃいますね。はい、こんな感じの3つのパーツで分かれてまして、あとは、まあ、置くだけみたいですね。ではまずランガを置きまして、でその中にリムルを置きます。なんかしっくりはまらないんですよね。ちょっと変形しちゃいましたかね。まあこんなもんでいいでしょう。よし、準備 OK です。はい、完成しました。皆様このフィギュアの存在知ってましたでしょうか。ぜひともコメントお待ちしております。はい、ではですね、まずは全体をいろんな角度で見つつお話ししていこうと思います。今回のフィギュア、エーペックストイズさんということで、多分私初購入だと思います。前も初とか言いながら初じゃなかったりしたんですよね。すいません。今回は多分大丈夫だと思います。はい、で、このフィギュアなんですが、先ほども知ってましたかなんて聞いちゃったんですが、多分これ日本で発売になってないんですよね。まあ、ということで海外販売のものを購入しました。だからボコボコになりやすいとかもあったかもですね。はい、ではですねお次回してみるとこんな感じになります。はい、で、今回のフィギュアなんですが、私はですね育ちトイズさんで購入しました。まあ皆様御用達ですよね。私もたまに利用させていただいております。値段とかもいい感じですからね。で海外商品たくさん取り扱ってくれて本当ありがたいですよね。で育ちトイズさんから届くフィギュアっていうのは、まあ、基本的にプチプチでしっかり保護してくれてるんですよ。もちろん今回もでした。ということでその前の段階で結構へこんだのかなと思いますので、もうこれはこのまま諦めて持っていようと思います。はい、ではですねお次近目からも見ていきたいと思います。こんな感じになります。はい、でちょっと育ちトイズさんの話の続きなんですが、このフィギュアちょっとツイッターでもですね今回少し投稿させていただきまして、フォロワー様と少しお話しさせていただいたんですが、同じく、このリムル購入したそうなんですが、まだ到着してないということで、私は結構前に届いてたんですけどね、少し放置しちゃってたわけなんですが、まだ届いてない方っていうのもいるみたいなんですよね。で予約時期みたいなお話もしまして、やっぱり私の方が結構早かったみたいでして、ですので育ちトイズさん利用される方ですね、多分同じ商品を購入したとしても、時期によって結構到着差っていうのは出てくるかもしれないので、覚えておくといいかもしれないですね。で唐突に送られてきたりするのでびっくりもするんですけどね。そんなわけで購入時ぜひ覚えておいてください。はい、で育ちトイズさん本当見たことないフィギュアですとか日本製品の、海外販売分とかも売っている、本当貴重なすごいお店さんなので、気になった方ですね、ぜひお店さんのホームページ覗いてみてください。面白いものが見つかるかもしれないです。
はい、でですね、画像でも、フィギュアについて少し見ていきたいと思います。海外製品なので詳しい仕様とかが読めなかったんですよね。すいません。で、このフィギュアってなんか少しデフォルメ感ありますよね。なんか可愛いですよね。特にランカとか、なんだか全体的にテンスラ日記のような雰囲気も感じるような気がします。はい。で、まずお顔なんですが、どうでしょうか。やっぱり可愛い風な気はしますよね。で、塗りはそうですね、まあ普通、アイプリなんかまあ綺麗ですし、で肌は単色で白目ですかね。であとはまあはみ出しとかも全然ないですね。綺麗にできてると思います。で、髪の毛はですね、結構グラデーションが効いていて見た目はとても良かったですね。で、衣装なんですが、リムルってマフラーとか袖とか裾の、ファーのようなモコモコがあるんですが、これってフィギュア表現結構難しいですよね。割とあっさりめな造形になってます。で、衣装全体の塗装、塗りは本当綺麗なんですが、陰影のグラデとかは超薄めでしたね。塗りもですね、結構あっさりめな感じがします。で、靴だけはしっかり濃いめでした。はい。で、不思議なのがスライムリムルもいるんですよね。なんかこれ書き下ろしイラストとかあったりするんですかね。で、しずさんの仮面もあったりと、なんか全部のせみたいな感じもあるんですが、これはこれで世界観が出てるっていうのはいいかもですかね。で、ランガ、でかいです。で、そして重いですね。でもやっぱりこれ可愛いですよね。結構いかついシーンなんかもあったりしますが、可愛いシーンもしっかりありますからね。これはそんな感じですかね。で、全体的に毛並みの造形もしっかりありますし、グラデーションも、濃くも薄くもなくて、照明も混ざって見た目すごく綺麗ですね。で、体部分がすごい大きいんですが、塗りもやっぱり綺麗ですね。はみ出しとかも目立たないですし、塗料の粗さみたいなのも全くないですし、尻尾の先まで本当綺麗に塗られてる印象でした。はい。で、台座、これもやっぱり例えば葉っぱが大きかったりで、キノコも可愛い丸い感じ、なんかこういったところもデフォルメっぽさっていうのは際立つとかあるかもでしたね。本当全体的に可愛らしい。で、そして世界観を詰め込んだフィギュアって感じがしました。造形も、塗りも柔らかい感じで、そしてなんだかゆるさもあるので、かっこいいリムルっていうのもいいんですけどね。今回は本当それと真逆な感じで、これはこれで雰囲気が好きっていうのは絶対にあると思いますので、今回これなかなかいいフィギュアだったと思います。はい。ではですね、最後にもう少しだけ映しつつ、喋って終わりにしたいと思います。はい。で、今回のフィギュア、日本で多分発売になってない、もしかしたら今後発売になるかもしれないんですが、ですね、私過去にも何回か行ったんですが、今後がすごい怖いんですよね。もちろん日本のアニメって海外でも人気あると思いますし、で、最近海外のアニメゲームなんていうのも日本で人気ですよね。で、フィギュアメーカーさんも、日本も近年すごい増えた感じで、海外メーカーさんの名前も多く聞くようになってきまして、で、今回も海外のエペックストイズさんだったわけですが、フィギュア自体もどんどん世界展開されていっている感じ、これすごいなって思うんですが、それと同時に日本では売らないフィギュアっていうのもなんか増えてきそうで怖いんですよね。今回がまさにそれなんですよ。で、あとは以前にもミートスさんの初音ミクとかありましたし、で、エイペックストイズさんも日本で発売してない初音ミク多分あるんですよね。それもすごい気になってます。最悪海外作品に関しては、日本で出なかったりしても、なんだかしょうがないなと思うところはあるんですが、日本作品、日本キャラが日本では発売されないってちょっと辛いですよね。バンダイさんなんかは以前から結構ある感じですが、限定版カラバリくらいならまだいいんですけどね。
普通に新規造形のフィギュアが海外でしか販売がないっていうのが、今後も増えていくんじゃないかと少し不安にさせてくれるフィギュアが、今回でした。はい。で、こうやってやっぱりもちろん日本にも需要があるわけで、お店さんが取り扱ってくれて販売してくれるわけですから、どうにかなるっていうことではあるんですけどね。ということで今後も、そういった特殊なフィギュアっていうのについても動画で取り上げていけたらなと思いますので、興味ある見たことないフィギュアなんかありましたらですね、ぜひまた見に来てください。はい、ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。今回は Apex Toys さんでテンスラ、リムルとランガのフィギュアの開封でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。